ということで、渾身の作品たちが集まった造形部門、果たして最優秀才能アリに輝くのは誰なのか。一番才能ありだと思った作品どれでしょう。こちらの部門優秀賞は宇治島くんです。桃尽くし、これですね。これでやっぱり概念というか、桃にね囲まれてたということを表現したというところでね、うん、何より私も桃が好きだという、うわそれじゃあ、ということでね、市場が入ってる、なんか言われてるぞ、大丈夫か。いや別にだから私が決めるんだから、メモしてるふりだ。ちゃんとメモしてるから別に、見たいメモ。桃のどこですか。あ、なんか全然、いやメモチェックしてるのか、めっちゃ手でかい。いやちゃんと書いてる、ちゃんとチェックしてくださいちゃんと書いてる、こういうのだから皆さんびっくりすると思う、めちゃめちゃちゃんとチェックしてる、そうです。この芸術性、教育、エピソードとこんなんいいんですよ。全部 ABC で。で選ばれた藤島さん見てください。これ一番上ですけども、A。ここにハマったと。一人だけです。A は当然優勝ってこと。申し訳ないですけど、謝ってもらいます。謝ってもらいますか。本当に。すいません。